今日も元気にソ連鉄道生活。どうも、例のソ連鉄道ゲームが、ついに販売されたとアリスちゃんだぞ。お前はなんでチェーンソー持ってるんだとマリサだぜ。いつもの二人から平和的に武器を手に入れるために、ね。どこが平和的なんだこれ。ってなわけで、いろいろぶっ飛んでるソ連鉄道ゲームの始まり始まり。前回進めたところまでは、ざっくり行こうか。前回の動画結構前だった気がするが。まああの時は完全なデモ版だったからね。その時に比べてチェーンソーとかのいくつかのアイテムは増えてるけど、機関車の運転方法や、ストーリーは変わっていないと思うよ。一応ストーリーをおさらいすると、アリスちゃんは全活機の訳あり機関士。裏勢力にお願いしてなんとか機関士に復職したんだけど、その代償として、反体制運動への協力を強制されてるんだよね。ああ、そういえばそんなストーリーだったな。まず最初の破壊工作は鉄橋の破壊。反体制派のニキータから爆弾を受け取るよ。というわけで爆弾を設置。急いで逃げるのだ。ああ、破壊しちまったな。もう後には戻れない。これで100ドルゲットか。買いまさらながら、ルーブルじゃなくてドルが流通してるのな。その後破壊行為はバレることなく、目的地のノボシビルスグラディニーに到着。反体制派のボリスに頼まれた荷物を渡してと。確か前回はここで終わりだったよな。うん、ここからが新コンテンツになるね。ここまでの機関車操作やルートを見たい人は、前回の動画を確認してね。またミッション達成、25ドル獲得したな。お腹も空いてきたし、このお金を使って何か買いに行こうか。そういえばこのゲーム、鉄道シミュレーターなのに左上にサバイバルゲーみたいなゲージあるよな。鉄道シミュレーターってよりかは、ソ連生活シミュレーターだからね。と、市場ではいろいろ売ってるね。なんだこのどでかいソーセージは。ドクターソーセージは、脂肪が低くて、ダイエット料理として作られたらしい。特にツァーリ先生政治と革命による上を体験した人のためのものとか。初めて聞いたぜ。他になんか面白いものないかな。ウォッカがあるじゃないか。同志レーニンがラベルに描かれているなんて素晴らしい。そしてこっちのビールには同志スターリンの顔が。これは全て購入するしかない。おいおいおい、業務中なのにそんな酒ばっかり買うのやめろよ。同志スターリンが売れ残っている状況なんて、恥ずべき状況でしょ。ここはこのアリスちゃんが、責任を持って全て買い取らせていただきます。いや他にビール欲しい人が困るんだが。買い出しも終わったし、次の貨物を運ぼうか。一つ左の線路に置いてある貨車に、この機関車を連結させるよ。場内は死角から人が出てくるかもしれないし、十分気をつけて進めよ。大丈夫大丈夫、変に行きたいなかった場合はカラシニコフで片付けるから。うん。よし、もうすぐポイントだね。完全にポイントを通り過ぎたタイミングで一度停車。手動でポイントを切り替えに行くよ。オーライ、オーライ。どうやら接続できたようだな。この貨物はノボシビルスクボス通り抜駅まで運べばいいみたい。動画開始から3分半で、ようやく鉄道シミュレーターっぽくなってきた。次の駅までは 6km ちょっと、安全に気をつけつつ運転してくれだぜ。診断は、厳しいか。今は13段診断してるな。この時代の機関車は、細かく診断しないといけないからね。マスコンで診断機にせず簡単に加速できるのに比べると面倒ポイント。あ、そういえば運転席の照明とかつけてたっけ。おいおいおい、運転中なのに運転席から離れるなよ。もう、マリサはうるさいな。はいはい戻りましたよ。速度はまだ30キロだね。速度出てきたし、少し診断させようか。信号が注意表示だから、40キロ超えないようにしろよ。この時代の鉄道、ATS に搭載だから平気平気。ATS を単なる邪魔機能だと思ってるんかこいつは。まあまあ、そう簡単に事故らないから大丈夫大丈夫。そう慢心している人が、これまで色々と事故を起こしてきたんだよな。進行。青信号になったから、60キロまで出しても大丈夫だな。ポイントをこんな高速で通過していいのか疑問ではあるけど。ま、ソビエト製の台車なら頑丈だしいけるかな。心配なら少しくらい減速してください。おっと、この先前回同様デッドセクションがあるみたい。パンタグラフを下げて対応しようね。デッドセクションってのは、簡単に言うと電気が通らない区間のことだな。普通そんな至るところにデッドセクションがあることないと思うんだけどな。デッドセクションを超えると、今度は制限40の表示が。
ブレーキをかけて、超えないよう調整しようね。速度強化すると脱線のリスクもあるぜ。こうして速度制限区間も抜け、次の停車駅まで 1.5km。途中なんもアクシデントなかったな。ソビエトの鉄道は、革命的な安全を誇るからね。相変わらず意味のわからないことを言うな。ポイントの前で一時停止。これ、わざわざ自分で切り替えに行くの面倒だよな。超能力でなんとかポイント切り替えられるようにならないかな。せっかくの超能力をそんなしょうもないことに使うなし。で、停止したから降りようか。よいっと。どせい。やっぱり貨物引っ張ってると加速遅いねー。はい、ブレーキ。貨物の切り離しエリアに着いたか。カプラーレバーを解放。100ドルゲットだな。で、ここからは反体制派の活動タイム。どうやらこのバーに、言わんという人物がいるらしいけど。そうそう、アリスちゃんはお金いっぱい使いたい。そんなアリスちゃんの願いが通じてか、偽札をもらうことができたよ。偽札って、バレたら捕まるのお前だぞ。さて、この大量のカセットプレイヤーをもらおうか。良いお客さんなんて、へへへ。よく偽札使ってるのに喜べるな。さて、発車の準備をしようか。カセット大量に持ってどこに向かうんだ？この先にいるアレクサンドルという人物に売りつけるよ。ちなみにこの駅での貨物の連結はなし。機関車だけの軽い状態で進んでいくのだ。ちょうど日が暮れてきて、景色が綺麗になってきたな。ちなみにアリスちゃんには睡眠の概念がないので、このまま夜ぶっ通しで運転します。ブラックすぎだろこの職場。まあ労働は素晴らしいことだからね。倒れつきるその時まで、労働の楽しみを味わえるなんて、なんて幸せなんでしょう。いや運転中に力尽きたら大事故待ったなしなんですが。機関車は素早く加速して、時速60キロに。今のところ特に障害はないな。ちょっとここらで仮眠を。おいバカ起きろバカ。貨物を引いてない機関車も、かっこいいねー。おっと、左手に見えてきましたわ大きな煙突。あれってもしかして、原子力発電所か？近くで見ようかと思ったけど、その前に減速の標識が現れたね。診断戻して、ブレーキかけて減速しよう。貨物がないから、ブレーキの効きもいいな。さて、十分減速できたところでお遊びタイム。おい、何やってんだよ。誰しも一度は憧れる、メルトダウンやってみた。いや冷却塔を小銃で撃ったところでそこまで重大なインシデントは起きないと思うが。放射線入ってこないように窓閉めてっと。鉛混ざってないと無駄だぞ。その後も安全運転してたら、完全に日没したよ。視程狭くなるから、衝突には十分気をつけろよ。わかってる。わかってるとか言いながら加速しないでな。もうすぐポイント通過するから減速しよう。さっき右に見えていた貨物と連結させるわけだな。貨車と連結させてから、アレクサンドルにカセットプレイヤーを渡そうね。ブレーキの効きもいい。さて、ポイントを切り替えてっと。周り暗いから、足元気をつけてな。気をつけつつ更新。よし、無事接続できたね。こんな暗い状況で、一人で連結するのはヒヤヒヤするぜ。次の駅まで進む前に、カセットプレイヤーを渡しに行こう。これ、運転室とかに鍵かけないと盗まれそうで怖くないか？まあそんな物好きはいないからきっと大丈夫。で、アレクサンドルのとこまでざっくり400メートルくらいあるね。貨物の手前で一度停車させて行った方が楽だったかも。これ、夜だからマフィアとか出てこない、よな。出てきた時に備えてからしにこく構えてる。誰か来る？お化けとかじゃないだろうな。あ、保線員の人っぽい。他に人と会うことなく、アレクサンドルがいる建物に到着。彼はドルで支払ってくれるみたいだね。今までアリスが使ってた通貨、ドル表記だった気がするんだが。まあ細かいことは気にしないようにしよう。はい、というわけで無事アレクサンドルにカセットを売れたところで今回はここまで。次回も引き続き、鉄道運行と反体制運動をやっていくよ。そのうちボロが出て捕まったりして。シベリア送りは嫌だ。
というわけでアリスちゃんのソビエト鉄道生活は、まだまだこれからだ。